駅は福岡県朝倉市天木にある西日本鉄道と天木鉄道の駅である。2社の駅は100メートルほど離れており、別の駅舎と施設を持つ。また、1940年までは朝倉軌道、両地区軌道の天木駅が現在の天木バスセンターの場所に存在した。同社の天木駅に関しては、天木バスセンターを路線、会社の開廃に関しては、 それぞれの路線の記事を参照のこと。西鉄天城駅ホームと7000系電車島式ホーム一面2000のホームを持つ地上駅で自動券売機、自動改札機が設置されている。西鉄の駅舎としては現存最古の1948年に建築された。日中のパターンダイヤの時間帯は1番線と2番線から交互に列車が発車する。 2017年度の1日平均乗降人員は1267人であり、天城線内では北野駅に次いで第2位、西日本鉄道天城線、真田駅天城駅島式一面二線のホームを持つ地上駅で自動券売機、記念スタンプ台が設置されている。定期券の発売を行っている。1939年の建築で天城鉄道本社も併設されている。 天城鉄道天城線高田駅天城駅朝倉市の中心市街地は国道386号、県道112号沿線にあり、当駅は中心市街地のやや西の外れに位置している。駅前を国道322号、国道500号が通っている。天城鉄道側駅前のロータリーに天城観光バス、観鉄天城駅停留所が設けられており、 路線バス運行の拠点となっている。一部の路線は、西鉄川駅前の西鉄天城駅停留所にも停車する。福岡、朝倉街道駅、二日、市駅、原鶴、秋方面への西鉄バスは当駅前には発着せず、当駅から800メートルほど離れた県道112号沿いにある天城バスセンターに発着する。かつて、天城市市内の路線バスが、 西日本鉄道により運行されていた頃には、駅前に発着するバスの本数が少なく、市内路線バスの大半が、天城バスセンターから発着していたが、2001年4月1日に、天城幹線を除く天城市内の路線バスが、天城観光バスへ移管された際、天城バスセンターに代わり天鉄天城駅前、停留所から発着するようになり、列車とバスの接続の改善が図られている。 西鉄電車の全駅に駅ナンバリングを導入します。西日本鉄道2017年3月20日閲覧鉄道事業企業グループ情報西鉄について平成29年度駅別乗降人員天神大牟田本線に属する宮野人駅を含めると第3位となる鉄道事業企業グループ情報西鉄について 平成29年度駅別上行人員、鉄道ジャーナル第21巻第10号、鉄道ジャーナル社、1987年8月、98から101ページ。ありがとうございます。